マイケル・ワイスは、アメリカのフィギュアスケート選手。ウェイズはドイツ語で、バイスと読み、ドイツからオランダにかけて多いせいである。1994年世界、ジュニアフィギュアスケート選手権優勝。1999年、2000年世界、フィギュアスケート選手権3位。1998年長野オリンピック並びに2002年、ソルトレークシティオリンピック男子シングルアメリカ代表。 父はオリンピックにも出場した元体操選手。かかとに丸いエッジを持つ独特のスケート靴を使った。世界初の四回転ルッツ成功を目指したが、競技での成功はなかった。アマチュア時代からマイケル・ワイス財団を設立し、将来を期待される若いスケーターたちのための奨学金制度を運営している。9歳の時にスケートを始める。1994年世界。 ジュニアフィギュアスケート選手権優勝。1995年冬季、ユニバーシアード博多大会優勝。1997年、リサ・ソントンと結婚。1998年長野オリンピックに出場し、7位。2002年ソルトレイクシティオリンピックに出場し、7位。2006年トリノオリンピック選考を兼ねた。 全米フィギュアスケート選手権で敗れ4位となり、アマチュア引退。現在は、プロとして、スターズオンアイスツアー、アイスウォーズなどに参加している。 2005から2006シーズン2004から2005シーズン2003から2004シーズン2002から2003シーズン2001から2002シーズン2000から2001シーズン1999から2000シーズン1998から1999シーズン1997から1998シーズンありがとうございます。